本日はリアタイピックアップスカート強さランキング主にリアタイ目線やっていきたいと思います。第12位山崎選手、今シリーズからツーシームの変化の仕方が変わり強くなったが、上ツーシームやナックルのものからの継承は NG。 第11位小笠原選手、上ツーシーム持っておりナックルカーブの変化量大きいので純正にはかなりおすすめ。第10位松本剛選手、弾道ライダーでミート高く特殊能力にアベレージヒッター持っているのでヒットはめちゃくちゃ打ちやすそう。第9位松本選手、ストレートナチュラルシュートも唯一無二の選手なので普通に強い。第8位増田選手、上ツーシーム D さらに高速進化の変化量大きいので純正必須級。第7位山岡選手、縦面の変化量大きく球種は全体的にリアタイ向きだがドロップカーブのものからの継承は NG。 第6位田口選手、ツーシームスピードさらに超タイピンチ20まで持っているのでかなり使いやすい選手。第5位浅村選手、ステータス高く超広角パワーヒッターの選手なのでセカンドの中でポジション内最強格の選手。第4位高梨選手、スライダーの変化量大きくさらに高速スライダー、さらに超タイピンチ20まで球持ちも持っているのでめちゃくちゃ強い選手。第3位中村拓也選手、40歳を迎えてなお弾道アーティスト広角打法界のいけるレジェンド。第2位大山選手、弾道アーティストでミート高く特殊能力に広角打法界を持っており、さらにユーティリティ性もあるのでめちゃくちゃ使い勝手がいい選手。第1位坂倉選手、弾道ラインドライブでステータス高くさらに特殊能力に広角打法を持っているキャッチャーの中でポジション内最強格の選手。